はい、それでは AO 推薦入試よくある質問丸2番、 AO 入試は一般入試より簡単、これもよくある質問ですね。はい、でそもそも AO 入試と一般入試、受験のスタイルが全く異なります。丸1番でもお伝えしました通り、 AO 入試は志望留書、または自己推薦書ですねをアドミッションオフィスに提出し、それをもとに面接やプレゼンテーションを重ねて合格を勝ち取る入試スタイルです。で一般入試に関しましてはもうご存知の通りですね、英数国理社の学科を使って、そのペーパーテストで合格を勝ち取る受験スタイルです。ですので一概に AO 入試、一般入試どっちが難しいということは言うことはできません。はい、ですので、答えとしましては、その子の向き不向き、得て不得て、ここが大きなポイントとなってくると思います。なので必要なのは自分自身の自己分析ですね。私、僕はどっちの入試に向いてるんだろう、そこをよく考えていただければと思います。なので今言ったようなことしっかり覚えておいてください。